レイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。新型 M1 チップ搭載の MacBook、ついに登場しましたね。ということで、新型の MacBook Air Pro 13インチ、こちらに買い替えるべきかどうかについてね、お話ししたいと思います。3つの Mac をね、買うべき人っていうところと、今回インテルからね、チップがね、M1 チップの方に大きくね、変わってますので、まあ、購入ね、注意点とかもありますので、まあ、そこも含めてですね、ちょっとできるだけ噛み砕いて解説していきます。じゃあ動画の最後に、今回その M1 チップ搭載のね、MacBook のベンチマークでね、性能が出てきましたので、まあ、もしかしたらそのプロ16インチを超えるんじゃないかっていうね、性能、それが本当なのかっていうね、実際ね、確認したいと思いますので、最後まで、ね、ご覧いただければと思います。こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとしたリーク情報の分かりやすい解説だったりですね、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、僕も含めてですね、皆さんと一緒に IT リテラシーを高めていければと思っております。チャンネル登録していただいてですね、最新情報をどんどん受け取ってください。ということで先日のね、Apple の発表会で、正式に Apple シリコン搭載 Mac M1 チップですね、発表ございました。チップのこの正式名称が今言った M1 チップっていうものですね。インテルのチップから Apple が自社で開発したものに移行になったということです。まあ今まではCPU とか GPU とかいろんなチップがね、必要だったんですけども、それがシンプルに1個にね、まとまったね、M1 チップにね、すべて載ってるということで、まとめられたシンプルなね、チップになってます。この M1 チップが搭載された Mac が3つですね、登場しました。一応前回ね、動画でその、簡単にね、短くは解説したので、こちらもご覧いただきたいんですけども、登場したものは Mac mini、MacBook Air、Air の13インチ、MacBook Pro 13インチですね。今回その新しく登場した3つの、Mac ですね、まあそれぞれやっぱどういう方がね、買うべきなのかっていうところと、注意点はね、まあどういったところにあるのかっていうところですね。そこを分かりやすくね、できるだけ噛み砕いて解説したいと思います。1個目、Mac mini がね、まずおすすめの人なんですけども、これも本当にシンプル、とにかく安くね、Mac を使いたいっていう方ですね。新しくその M1 チップというものが搭載されたことで、他の例えばデスクトップ PC よりも良くなってます。特にすでにモニターだったりですね、まあキーボードとかマウスとか、すでにね、持ってる方であれば、まあ、やっぱり安く Mac がね、使えるので、こういった方は結構おすすめかなっていうところですね。動画編集とかね、する場合に関しても、グラフィックパフォーマンスに関しても、熱を逃がすね、まあ冷却ファンがついてたり、まあグラフィックパフォーマンスもかなり良くなってますので、例えばその Apple のサイトとかによると、以前のね、Intel Core i3 を搭載した、Mac mini ですね、インテルのアイリス UHD グラフィックスの630っていうものをね、装備していた。最大一応まあ6倍のなんか、レンダリングパフォーマンスになっているので、まあ、結構悪くないんじゃないかなと思ってます。まあ古めの例えば Windows のデスクトップ PC からね、乗り換えとかも、全然いいんじゃないかなと思ってます。とまあ変更点としては Wi-Fi 6、こちらも対応しましたので、乗り換え的にやっぱインターネットに接続したりっていうのが、できるようになりました。ただこれでも逆に言えばですね、Mac mini、モニターとかね、まあキーボードとかマウスとかね、そういったものがないと、ちょっと何もできないので、全部ね、じゃあ買い揃えようってなると、ちょっと MacBook よりね、高くなっちゃったり、まあ面倒っていうね、方もいらっしゃると思うんで、Mac初心者の方はね、MacBook がね、いいんじゃないかなと思います。ということで、続いてはですね、ちょっと MacBook Air ですね。MacBook Air をね、まあ、買うべき人なんですけども、はい、MacBook Air はやっぱもう本当薄くて軽いね、一番やっぱ価格もね、安くてお求めやすい、まあ実際一番売れてるね、MacBook であります。今年の2020年の3月にですね、インテル版ですね、第10世代のチップが搭載されて、まあ新しくなったというところなんですが、結構問題になったのはその発熱ですね。僕が使用してるね、2020年版のね、まあインテルのスタープロの13インチでも結構その発熱の問題があったんですけど、その熱暴走してずっとファンがね、ブイーンって音がずっとしてるみたいなことが、まあ今はね、大丈夫なんですけど、まあ今回 M1 チップの、まあ搭載でですね、エアはなんとですね、もうそのファン自体がついてね、ファンレスっていうね、ファンレス仕様になってます。なので結構まあ静かに使えるというか、まあファンの音自体はそもそも全くしないっていう。で、新しいその M1 チップっていうのが、まあ iPhone とかね、iPad をベースにしたものを使ってますので、iPhone とか iPad で薄くてね、電池とかもね、長持ちするじゃないですか。そういうまあインテル版みたいな、ね、熱暴走っていうのはまあちょっと少なくはなると思うんですけども、ただ動画編集とかね、重めな作業とか、まあ長時間すると、ちょっとファンがないので、ね、大丈夫なのかっていうところは、結構まあ疑問では正直ありますね。うん。使ってみないとわかんないっていうところですね、ここは。まあここに関しては、僕は MacBook Air のですね、M1 チップ搭載のモデル購入しましたので、そこら辺もちょっと試してね、レビューしたいと思ってます。Air ね、ちょっと今気になっているよって方は、ちょっとチャンネル登録していただいてですね、待っていただければと思います。ただ一応 Air を購入する方に関しては、プロの13インチをね、まあ購入する人と比べたらですね、そのどっちかとクリエイティブで重いようなね、作業するかっていうよりは、やっぱネットサーフィン、まあウェブページ見たりとか、まあ YouTube とか、まあ動画見たりとか、テキストベースで、ね、書類とか作ったりとか、まあ会社員の方がですね、プレゼン資料とか作ったり、まあそういう用途が多いと思うんで、あとやっぱ学生さんとかね、まあそういう方には結構ね、ぴったりなんじゃないかなと思ってます。とはいえ、一応ね、その、まあ画像編集だったりですね、まあ一応その 4K とかでね、まあ動画編集とかもできるといえばできるんで、こういった作業系はですね、結構まあインテル版よりも、今回の M1 チップの方がね、優れてますんで、気になる点としては、どうしてもその Apple 純正アプリ以外ですね、サードパーティー製アプリとか、言ったりするんですけども、第三者アプリ、そっちのね、対応にまだちょっと時間かかるっていうところ、で、もしかしたら使えない
可能性があるかも、使えないとか、まあ、うまく動作しないっていう可能性があるってところですね。ただ、そのエアを購入する多くのね、方々はですね、サードパーティー製アプリそんなね、使わないんじゃないかっていうね、っていうのと、まあ、そのすごい性能を求めてるわけではないと思うんで、まあ、一応、ロゼッタ2でね、あと仕組みもありまして、何かっていう、そのインテル版のものをね、まあ、自動的に M1 チップ搭載のね、その Mac のものに、まあ、一応変換してくれる、まあ、エミュレーターっていうものなんで、エミュレートしてくれると。これ別に、僕らがね、まあ、実際に何かする必要っていうのはなくてですね、ダウンロードとかしてる間に勝手にこう変換してくれるんで、一応なんかワードとかエクセルとか、今日見た記事ではなんかね、最初20秒ぐらいちょっと待たされるっていう、あるみたいなんですけども、これもね、増えてちょっとね、心配な方はですね、僕もエア購入してレビューするので、まあ、他のね、方のレビューとかもまあ出てくると思うんで、どんどん。この辺を見てからね、購入するっていうのもね、全然いいと思います。はい、大きな進化点としては、バッテリー持ちですね、ここは大幅に改善してまして、まあ、今まで11時間のインターネット閲覧、インターネット接続の時間だったのが、まあ、15時間ですね。まあ、4時間伸びてると。インターネット使える時間が。はい。あと、ま、動画の再生時間に関しては、6時間、伸びてますので、普通にね、使う方にとってはですね、こっちの方が結構ね、メリット大きいんじゃないかと。こっちの方がね、インパクトあるんじゃないかと思ってます。やっぱね、カフェとかでね、こうやって電源探す、まあ、手間がなくなったりとかね、少なくなるのはちょっと嬉しいかなというところですね。あと、ま、地味に最新の企画である Wi-Fi、まあ、6とかにも、MacBook で今回初めてね、対応してます。まあ、なので、やっぱ新しいチップでもちろんそのバグとかでね、不安定ももちろんあるんですけども、一般的な正直利用の範囲であれば、ぶっちぎ結構ね、M1 チップの方がメリット大きいんじゃないかなと思って、やっぱりそのバッテリーとかですね、あとまあ、もちろんサクサク動いたりすると思うんで、なんで結構古い MacBook Air はね、まあ、インテル版からのね、仮に今年の2020年3月に出たものであっても、全然僕は買い替え、ありじゃないかと思うね、そういう、一般的な利用の範囲であれば全然ありじゃないかと。持ってます。で、まあ、性能に関してはね、まあ、最後に一応、さっき言ったベンチマークで、見るんですけども、明らかにやっぱ高いと思うんで、今までのものより、インテル版よりかね。それでやっぱ末行きの10万4800円からだったんですね。まあ、学生さんであればですね、9万3800円から、税別で購入できますので、一応僕もエアのね、メモリ 8GB モデル、ちょっと購入しました。はい。なんでこうね、8GB にしたかっていうと、まあ、安いっていうのもあるんですけども、まあ、その 8GB でどこまでいけるのかっていうね、まあ、見たいっていうところ。と、おそらくまあテキストベースとか、まあ、普通に使う方であればね、多分 8GB なんで全然十分じゃないかと思うんですよね。今回そのメモリーっていうのも、ユニファイのメモリーってもので、今までのそのインテル版のメモリーとはね、また全然別物なんですよね。iPhone とかもね、あれ確か 4GB とか 6GB とかしか載ってないんですけども、ほんとフラグシップの一番めちゃめちゃね、性能高い Android とか、まあ、全然 6GB と 12GB とか載ってるやつと、比較してもほんと全然負けないという、対等に戦えるぐらいのね、まあ、性能があるんで、それが Mac に載ってるっていう感じなんでね、8GB 大丈夫なんじゃないかなと僕は勝手に思ってます。はい。仮にでも 16GB にするんだったら、2万乗るんで、それだったらなんかプロにする方がいいんじゃないかなとね、僕、まあ、個人的に思うんで、ここもね、8GB でどこまでできるかちょっと検証 してみます。もしチャンネル登録していない方いましたら、まだ見逃さないようにね、チャンネル登録していただければと思います。続いてですね、MacBook Pro 13インチですね、こちら買うべき人なんですけども、Air と Pro のね、ちょっと違いをね、話したいかと思います。搭載されるチップ自体は M1 チップでね、同じなんですけども、Pro の方には、まあ、Air にはね、まあ、搭載されてな、ね、い機能が、まあ、いくつか搭載されてます。例えば、一番大きいのはやっぱ冷却ファンの搭載ですかね。まあ、タッチバーがついてたりとか、まあ、操作性の面ではですね、トラックパッドもプロの13インチね、この操作するところが、プロの13インチの方が、大きくなってます。あと、まあ、ディスプレイに関しては502トに対応しているので、まあ、エアの402トよりも、まあ、明るいね、画面を見れると。あと、まあ、スピーカーとかもハイダイナミックレンジに対応してますので、まあ、結構ね、音のまあ広がりとかがね、まあ、良かったりするんですね。マイクに関してもスタジオ品質のものっていうのが、まあ、ついてますので、ズームとか、やっぱそのテレビ会議とか今多いと思うんで、まあ、そういったところで、まあ、役立ったりするのかなっていうね。で、プロに関しても、このバッテリーの駆動時間ですね。Air よりも、まあ、2時間長いと。最大でこう20時間使えると。もうこれは一番ね、結構まあメリットではあるかなっていうところですね。本当に僕もインテル版の2020年のプロの13インチを使ってるんですけど、その動画編集とかするとね、バッテリーの減りがね、減りがすごいんですよ。Apple が言ってるね、このインテル版の場合だとまあ10時間って言ってるので、まあ実際5時間ぐらいしかね、動画編集とかするともう本当持たないんですけども、まあそれが実際まあ最大20時間使えるようになってるので、まあ単純にまあ倍ぐらいにはね、まあなってるんじゃないかっていうところですね。今回のその M1 チップ搭載モデルはですね、まあ以前の、プロ13インチの買いモデルと入れ替わる形で入ってきてるんですね。置き換えでね、入ってきてるんですが、まあ、性能自体はね、結構期待できるんじゃないかと思ってます。例えばこの CPU で言うと、まあ、一応最大 2.8 倍とか書かれてまして、例えば X コードとか、これ Apple 製品向けのアプリ開発できるものですね。とかですね、Final Cut Pro
だと、まあトランスコードが 2.8 倍速くなると。数字だけ見てもね、ちょっとこれ騙されたりしちゃうんで、重要なのはその比較対象が何なのかっていうところですね。要するにどこと比較してその 2.8 倍なのかっていうね、ところなんですけども、これ実はサイトの下の方になんか注釈があってですね、ちっちゃい数字こう書いてあって、それをそれぞれ見ていただくとね、わかるんですけども、この場合だと 1.7GHz のクワッドコアインテルコア i7 搭載の13インチ MacBook Pro の量産モデル。使って2020年10月にアップルが実施したテストによると、一応すべてのシステムに 16GB の RAM ですね、まあ、メモリーと 2TB の SSD、まあ、つまり 2TB の容量が搭載したものを使ったと。これなのでつまりどういうことかっていうと、前の買いモデルプロの買いモデルである第8世代の Core i7 を搭載されたプロの13インチと比較して2.8倍速いと。こう考えると結構すごいなっていうところで、3倍ぐらいその高速で作業できると考えると、結構これ期待できるんじゃないかなと思ってます。まあ、この言ってることは本当であればですけどね。GPU ですね。まあ、このグラフィック性能に関しては、まあ、動画とかこれ、こっちは画像編集とかね、結構作業スピードに関わってくるところなんですけども、GPU に関しては、Final Cut Pro では 5.9 倍、Unity Editor、こちら 3D ゲーム作れるソフトですね。Unity ですね。3.5 倍ってなってますね。そんな早いの？こちらも前の世代、前の第8世代の Core i7 を乗せたプロの13インチ。インテルの Iris Plus Graphics の645というものがね、まあ乗ってるものなんですけども、これのまあ大体3倍から6倍ぐらい早いとか、マジかよって感じですね。めちゃめちゃね、期待できそうだなっていうところですね。一応まあ最後ね、ベンチマークを見ますんで。で、またプロのこのね、13インチに関してはやっぱ結構重めの作業とかもね、するんじゃないかって考えると、メモリとかもね、やっぱ16GB にね、上げておくのがいいんじゃないかと、僕は思います。ユニファイドメモリとかでね。また、あと、ゲームをする方とかもね、結構まあ、ファンがね、やっぱついてるので、長時間プレイ したりするじゃないですか。結構ゲームって楽しいから。まあ、そういった人もね、やっぱプロがいいんじゃないかなと。あと、まあ、ちょっと現状ね、できるのか、わかんないんですけども、一応、まあ、iPhone とか iPad のアプリが、Mac 上でもね、まあ、使えたりするので、コントローラー使って、例えばその、コントローラーも繋げれるんですね。例えば、Call of Duty Mobile をね、Mac でやるとか。まあそういったプレイとかもできるようになると思うんで、ゲーム好きの方はまあプロの方がいいのかなっていうところはありますけどね。まあエアでもできると思うんですけど。ただ、ちょっとまあ気をつける点ですね。ちょっと諦めないといけないところも、まあ主に4つですね。4つほどありまして、ごめん、例えばですね、ブートキャンプはね、使えないです。ブートキャンプね、これ何かって Mac 上でその Windows をね、ちょっと仮想的に動かせるものなんですけども、これ使えないと、サポートしませんと言ってます。で、代わりに、パラレルズデスクトップっていうものですね。一応 Mac 上で仮想的に動かすことができると。プラスそっちをね、使ってくださいっていうことで言ってます。ブートキャンプで Windows は動かせません。二つ目ですね、eGPU っていうものね、3機種ともね、M1 チップ搭載ものは全部残念ながら非対応になってます。まあ何かっていうと、eGPU は、外付けの、GPU のことですね。この E っていうのはそのエクスターナルですね。外付けって意味。要するに eGPU は画像処理をね、するプロセッサーなんですけども、これ、メモリとかと一緒で後からね、変更っていうのはできないんですね。まあやっぱりでもね、ちょっと諦めきれないみたいな人がいたんだと思います。後からそのパソコンにその、まあ外付けのね、容量拡張みたいな感じで、刺して、その GPU の、ね、性能を上げるっていうね、ちょっとまあ裏技みたいなね、まあ、Mac とかやっぱ高いので性能を上げちゃうとね、まあ、外付けでちょっと安く買ってコスパよくねちょっと性能を上げるみたいなちょっと裏技みたいなのあったんですけども、今回はね、どうやらできないということですね。M1 チップ搭載の Mac ではできない。外付けでねちょっと GPU 性能を上げたいなみたいな思った方はちょっとやめた方がね、良さそうかなっていう。3つ目、プロ系の結構、まあ、純正アプリ以外の、まあ、サードパーティー製のアプリですね。まあ、ここをね、結構、まあ、頻繁に使う方とか、まあ、ここもかなりね、非常に注意が必要かと思ってまして、例えば結構、Adobe 関連ですね。まあ、Photoshop とか Lightroom とか、Premiere Pro とか、まあ、ここら辺は、まあ、現状一応ネイティブアプリですね。まあ、Mac 上で変換なしで動く、直にね、この動くっていうネイティブアプリとか言うんですけども、まあ、そのネイティブアプリとしてはちょっと対応していないので、一応、ロゼット2でね、まあ、変換して動くとはいえ、まあ、実際、ちょっと動かしてみてね、ちゃんと動くのかっていうね、まあ実際わかんないですね、ここに関してはまだ。ちょっと動作に不安があるというか。写真編集のね、ライトルームとかに関しては一応来月に対応予定。フォトショップに関しては、まあまだちょっと来年に対応しますとしかちょっとまだ出てないので、他にもね、そのいろいろまあプロ向けアプリみたいなところは、まだね、安定したそのパフォーマンス出せるまではね、半年ぐらいかかりそうなので、Adobe 関連のアプリとか、仕事でね、がっつりそのアップル純正以外のアプリを、まあ、結構頻繁に毎日使うよみたいな方はですね、ちょっと M1 チップ搭載した MacBook の購入っていうのは今のところちょっと、まあ、一旦待った方がいいんじゃないかなと。
最後、4つ目ですね。気をつける点としては、充電端子の数ですね。サンダーボルト、タイプ C ポートがね、2つしか付いてないんですね。今回の、M1 チップ搭載モデルは。例えばその外部ディスプレイに接続して使いながらとかね、もう充電しちゃうと、もう埋まっちゃうみたいな。ことがある。僕の場合だと、例えばですね、まあ、動画編集するときに、外部ディスプレイにつないで、大きい画面ですね。これですね。ここにつないで、さらに充電しながらやると、もう2個埋まっちゃうんですよ、その時点で。さらに、SD カードね、動画撮って、読み込むんですけど、USB ハブっていうのがあって、こうですね。これをもう、片側に刺すと、もう全部埋まっちゃうわけなんですよ。まあ、もう1個ね、ここに。USB-C させるんですけど、例えば片方しかない場合だと、ちいちもう一回一回に抜いて刺す、こう動作が発生しちゃうんで、あんまりね、こういう用途で使う人は、まあ、あんまいないと思いますけども、動画編集とかもしね、今後考えてる方とかであれば、まあ、そこら辺もね、端子の数とかもちょっと考えておいた方がいいと思いますね。気をつけるべきところ、特にプロ買う方ですね、4つで、まあ、まずブートキャンプが使えないと、eGPU の非対応、あと純正アプリ以外はどうなるか不透明っていうところと、最後電源端子が2つしかない。ですね。まあ、逆にこの4つがね、クリアというか、まあ、そんな気にならないなっていうところであれば、全然プロ13インチね、インテル版からアップデートするのも、全然いいと思ってます。性能的にね、やっぱプロの16インチ以上になるとは、思いますので。最後にですね、その気になる性能ですよね。簡単に新しいその Apple Silicon、この M1 チップ搭載の MacBook Air とね、プロの13インチのベンチマークがね、登場してますので、こちらをね、見てみましょう。ベンチマークはその性能をね、数字で簡単にね、測れるっていうものなんですけども、まずね、ちょっと数字だけ簡単に見ていくと、MacBook Air の、Air の方がですね、まあ10.1 ってやつがその M1 チップ搭載のものなんですけども、シングルコアが1619、マルチコアのスコアが6292ですね。まあ、なかなか高いと。 MacBook Pro のこの 17.1 って書いてあるのが、今回、M1 チップ搭載のプロの13インチの、スコアですね。1723と7588、思ったより、まあ、意外とまあちょっと差はあるんだなっていう感じをしましたけども、まあでもそんなにどうなんだろう、変わんない気はするけどね。結構 Air と Pro でチップが同じなんで、まあどうなんだろうってところが あったんですけども、多少の差はあるのかなって感じですね。ただちょっと数字とか見ても、わかんないよっていう方もいらっしゃると思うんで、他のね、ちょっと Mac と比較してみようってところですね。シングルコアのスコアの方は、この M1 チップ搭載のものが、プロとエアともに、ぶっちぎりの1位と2位。例えば、僕も使っているプロ13インチのインテルの上位版ですね。Core i7 乗せたものよりも、完全上で、あともう iMac、デスクトップの iMac よりも、今年出たやつよりも上だと。エアの方が上だと。はい。で、続いて、マルチコアなんですけども、こう、噂のね、ちょっと、まあ、予測通りですね、まあ、25万ぐらいする、プロの16インチのですね、インテルのコア i9、こちらにね、勝利してますね。もはやもう本当に、iMac Pro とかね、Mac Pro にもね、ちょっと匹敵するような数字になってます。これ楽しみですね。はい。まあ、あくまで今見たのは、数字だけなんですけども、かなりね、ちょっと期待していいんじゃないかと思ってます。僕も Air のユニファイドメモリ 8GB のモデルを購入しましたので、まあベンチマークね、まあもちろん計測もしますし、いろんなアプリとかちょっとソフトとかね、僕もAdobe 関連で使ったりするんで、まあ使ってみてちょっと検証したいと思いますので、なんかこういうことね、試してもらいたいとかですね、こういうとこどうなんですかとか。まあいろいろね、質問あればちょっとコメントいただければと思います。ということで、こちらの動画ね、少しでも役に立ったと思った方はですね、グッドボタンだったりですね、チャンネル登録、コメントもね、どんどんお待ちしてますので、全部見させていただいております。次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。